はい、じゃあよろしくお願いします。今回2019年1月の時事問題やっていきましょう。で、メインのニュースが4つ、穴埋め8個あります。で、あとで、付け足しというか、口で説明するニュースが4つで全部ね、8個ニュース紹介していきますので、ぜひね、一回動画止めていただいて、穴埋めチャレンジしてみてください。では、早速ね、紹介していくんですが、まずは投稿がめちゃくちゃ遅くなりました。これは自分のミスなんですけど、本当に申し訳ない。テスト間に合わなかった方ね、本当申し訳なかった。ミスの内容は概要欄に書いておきますので、よかったらそっちもチェックしてみてください。よし、じゃあ行きましょう。で、まず今回は、レスリング女子、オリンピックで3連覇、もう3つ金メダルね、獲得したホニャララ選手が現役引退を発表しました。もうみんながね、絶対聞いたことある方ですね。名前行きましょう。で、今回、人名、人の名前が非常に多いです。で、テストでね、先ほど吉田沙保里選手なんだけど、吉田沙保里選手。で、テストで、個人的な意見だよ。中間期末とかで時事問題出されるときに、人名、人の名前はね、漢字で書けっていう先生が、自分が出会ってきた中では結構多いのね。で、吉田沙保里っていうその、音はね、みんな覚えてるんだけど、じゃあ漢字で沙保里でミスるんだよね、結構。特に、おの部分。ほって書くよね、本当はね。まあ、沙保里なんだけど、読み方は。で、ミスったりするので、ここ気をつけておきましょう。漢字でね、出された時に書けるように。得点取ろうね、ちゃんとね。で、吉田選手が現役で発表しました。まあ、個人的には、まあ、寂しいというかね、非常に好きな選手。もう実力はもちろんですけど、もう人間性とかも非常に素晴らしい選手なので、もうちょっと、現役でね、戦ってるとこ見たかったなっていう一個人の意見はあるんですけど、まあでも、これからね、まあ、コーチになっていくのがまだわからないんですが、まだね、活躍はまだまだ続くと思いますので、今後ね、期待しましょう。期待しましょうって、あれか、言い方おかしいけどね。まあ、吉田沙保里選手が現役引退発表したというニュースでした。で、二つ目がですね、86歳のプロスキーヤー、プロスキーヤー及び登山家という肩書きですね、のホニャララさんが、南アメリカ大陸最高峰のホニャララっていうところをね、登山を、登頂をね、目指してたんですが、それを途中で断念するというニュースがありました。まず人の名前から行きましょう。86歳だからね、86歳。自分非常に好きな方なんですが、ちょっと太くて読みづらかったの、ごめん。三浦雄一郎さんです。ぜひですね、もう一度、ヤフーとかで検索していただいて、今までの経歴、どこに登って、何歳でどこに登頂したとかいうのを見てほしい。本当にすごい方なんで、この方。そう。で、三浦雄一郎さんがアメリカ最高、大陸最高峰の、多分ね、テスト出されるんだったら雄一郎さんの方だと思うんですけど、アコン、カグア、合ってるかな？アコンカグアってね。カグアっていう場所なんですけど、まあ、アコンカグアが出される可能性もあるかなと思って一応こっちも出ありました。で、登頂ね、6800メートルぐらいだったかな、確か。の登頂を目指してたんですけど、ちょっとドクターストップがかかってしまってですね、途中断念したと。心臓にね、持病を持ってらっしゃるんだよね。そちらの関係で、ね、命を落としたら、あれですからね。まあ、そういうのもあって。でも、なんか発表、6961メートル。やばいね。富士山の約2倍だからね。そのぐらいのね、山なんですけど。でもまだ90歳でエベレスト頑張ろっかな、みたいなことを発表されてるらしいので、いや、まだまだ活躍続くと思います。すごいんだ、本当に。ぜひね、ちゃんと検索してみてください。で、次は政治ですね。日本のホニャララ首相とロシアのホニャララ大統領。まずこれ、よく出てくるから。このニュースだけじゃなくてね、絶対書けるようにしましょう。日本。安倍首相ですね。で、安倍の米ですね、まず。ここ。人弁ね。安倍晋三です。安倍晋三首相。そしてロシアのトップは今、プーチンです。まあ、今はだからだいぶ、しばらくプーチンですけど、プーチン大統領。が、会談しました。モスクワでね、日本とロシアので日露会談ですね、行ったんですが、まあ、主な内容としては、ホニャララ問題について会談をしましたと。まあ、日本が今、ちょっと、あることを果たしたいということでやってるんですけど、何かっていうと、北方領土ですね。北方領土問題。まあ、北方領土を返還してほしい、返してほしいっていうのをずっと狙ってか、まあ、目的としてやってるんですけど、まあ、今回もこれを3時間ぐらいかな。まあ、もちろんこの内容だけではないとは思うんですが、会談したんですが、特に進展は見られなかったと。まあ、なかなか先行きは難しいですね、ここに関してはね。まあ、こんなことがありましたと。で、ラストです。またスポーツなんですが、これはもう何ヶ月か前にもね、この選手の名前出しましたけれど、
また素晴らしいことなので、テニスの全豪オープンです。オーストラリアね、全豪オープンを制した、ホニャララ選手、名前いきましょう。まあ、時の人ですね、今ね。大坂直美選手。坂気をつけてください。土辺ね。大坂直美選手が優勝しました。テニスっていうのは4大大会、4つね、大きな大会があって、まあ、全部制するとグランドスラムって言われるんですけど、それで2つ目です。まあ、1個前も制してるんでね。全豪を制した。で、世界ランキングが日本人初めての1位になりましたと。もうなんかね、すごい以外の言葉が出てこないね。で、ちなみにこのニュースを、この動画を撮ってる日に、次の大会、今、ドバイかなかなんか、ドバイオープンかなんか今出てて、1回戦でちょっと負けてしまったんだよね。かなりミスがちょっと出てしまって。まあ、っていうのもありましたが、まあ、これからの活躍で、まだまだでしょうからね。まあ、すごい楽しみなところでございます。では、追加ニュース、行きましょう。まずはシリアです。シリア、まあ、場所ですね、内戦が続いてます。ずーっとね、内戦が続いてるシリアなんですが、ここ、今ですね、避難、している方が、全体、ちょっと新聞の記事見ながら、なんでちょっとね、書くの遅くなるけど、今、1200万人が避難してると言われてます。1200万人以上です、避難。そのうち、子供が500万人以上と、言われてます。500万人だからね、が避難してるんだよ、子供だけで。で、何が問題か。もちろんね、その内戦が続いてることも問題だし、避難者がこんないっぱいいるっていうのも問題なんですけど、今、ものすごい寒くて、寒さですね。ちょっとひらがなでごめんね。寒さ、さ、おに見えるね、こうやってね。寒さと、あと、医療品が足りないんです、今、圧倒的に。ちょっと見にくくてごめん、医療品。が不足していて、子供のその亡くなる方、死んでしまう子供がですね、非常に多くなっているっていう現状があるっていうんですね。それをぜひ知ってほしくて。で、もちろんこれをチャンネルはね、もうこの動画自体もそうですけど、学生が見てる方が多いと思います。だからなんだってなっちゃうかもしれないんですけど、まあ、できること、もちろんみんなが今はね、お金を稼げる立場ではないので、まだこれから先の話にはなるんですが、例えば自分はですね、国境なき医師団っていう、があるんですよ。で、そこに、もう、なんだ、口座、自分の銀行口座から毎年、定額が落ちる、募金するっていうのをずっともう4年ぐらいやっていて、もちろんそれをやってるからやってくれっていう話ではないんですけど、例えば世界にはこういう現状があって、みんなにもこれからできる、募金ね、だけじゃないかもしれない。もちろん現地に行って、これから何かするっていう風に思う方もいるし、そうやってやってる方も出てくるんだけど、でも、一人一人が現状を知って何か行動を移すっていうことが非常に大事だと思っているので、今回ね、このニュースを紹介させていただきました。じゃあ次はどうしようかな。干潟嵐早まり行こうか。で、干潟ですね。干潟、世界に干潟もいっぱいあるわけですけど、これですね、この33年で、まあ、調査結果が出たのね。33年で 16% の干潟が減りました。で、16% どれぐらいかっていうと、2万平方キロメートルです。2万平方キロメートルね。で、これなんで減ってるかっていうと、埋め立てです、主に。埋め立てしてね、干潟が減ってると。で、何が問題かっていうと、干潟っていうのはもちろんそこには生態系があって、いろんな生物が生活してるわけ、干潟には。で、しかも、その干潟のおかげで水が綺麗になるんですよ、循環されて。綺麗になったりとか、二酸化炭素、CO2 を吸収してくれるっていう、そういう効果もあると。で、このペースで減っていくと、ちょっとまずいんじゃないかっていう調査報告が、今回ね、出てきましたので、紹介させてもらいました。では、嵐ですね。まあ、これはもう言わずもがなです。もちろん、嵐のファンの方は知ってるし、ファンじゃない方、興味ない方でももう知ってると思います。嵐を知らないって方、なかなかいないと思うので。で、嵐がですね、一応書かせていただきましょう。2020年、末ですね。2020年の、12月31日か。をもって、活動休止という発表がされました。まあ、多くの方が、まあ、自分もそうですけど、驚きましたね。自分あんまり公表してないですけど、嵐すごい好きで、まあ、割とファンなんですよ。で、同世代なんですよ。そう。多分嵐の最年少、学年的に一番下が松本さんかな？多分松潤だと思うんですけど、松本さんが自分の一個上なんですよ、学年的に。嵐の一番下の一個下になるんだけど、まあ、ほぼ同世代で。デビューシングルの嵐買いましたもん。俺持ってたもん。中1の時だったんだけど。そう。で、ね、ちょっとこれみんなね、お父さんお母さんに聞いてほしいんだけど、8ミリ CD だったんですよ。まあ、多分みんなピンとこないと思うんだよね。8ミリ CD っつってね、細長いのパッケージがあって、こういう風に CD 入ってるんですよ。で、パカパカってなってて、ここめくるとこに歌詞カードがって歌詞載ってるんですよね。みんなの持ってる CD 歌詞カード別に取れるでしょ。今のことで。だからそうじゃないんだよね。で、初回特典で、嵐のポスターついてて、そのポスター持ってたからね、俺ね。そう。っていうぐらいに好きでね。で、自分、うちの母親も好きだからさ、嵐。
そう、でもどうしても喋りたくて。で、これ喋ると動画長くなるからもうやめるんだけど、だってこれ嵐のこの発表だけで俺一本動画撮ろうと思ったからね。そう。でもまあちょっとここに入れさせてもらいました。まあ、テストで、まあでも割と自分だったら出すかな。やっぱそれだけビッグニュースね、本当に日本全体に衝撃が走ったニュースだし、まあ得点取れる方が多いと思うんだけど、そうそう、まあぜひね覚えておいてください。覚えておいてくださいってもおかしいけどね。で、最後、早生まれのニュースです。で、これちょっとね、長くなるんですけど、ぜひ学生の方は聞いていってほしい。あの、早生まれ。まあ、1月から3月生まれを早生まれって言いますよね。1月から3月生まれ。ちなみに自分も3月なんで早生まれに入るんですけど、例えば学生の時っていうのは、4月生まれから3月生まれが同じ学年として生活しますよね。でも、言ってしまえば、例えば4月3日に生まれた子と、3月30日に生まれた子、同じ学年ですけど、成長度合いはほぼ1年違うわけですよ。丸々1年違うでしょ。で、そうなってくると、もちろん、勉強面とか、運動面で差が出てくるっていうのはデータとして出てるわけです。で、その早生まれで、で、今回スポーツの話なんですけど、どれだけ差が出てくるのかっていうデータが発表されたの。でね、全国大会。全国ね。全国大会に出場する、小学生の比率です。これが、こちらが1月から3月生まれだと思ってください。こっちが、4、5、6ね。本当は7、8、9と10、11、12も分かれてるんですけど、説明上この2つでいきます。で、小学生で全国大会に出る比率っていうのは、例えば4月から6月生まれの方がだいたい 45%。つまり半分ぐらいが4月から6月生まれと言われてる。で、1月から3月はどれぐらいかっていうと 8% ぐらいなんだって。だからそれだけ身体の差が出てしまう。っていうのがあって、だから、例えば小学生でみんな運動でね、その、ガチでやってる子、本気で打ち込んでる子の中で、こっちで、なかなか芽が出てこなくて、早めにやめちゃう子が多いんだって。っていうデータが出たんだって、今回ね。やめちゃう子が多い。だって、頑張っても頑張っても、やっぱり1年差があるからさ、なかなかこっちに勝てないわけよ。あ、努力しても無駄なのかなってなっちゃうんだけど、ちょっと待ってねっていうのがニュースだったの。何かっていうと、それが、中学生、高校生で、まあ、全日本、まあ、大人あたりね、オリンピック選手までデータがあるんだけど、じゃあ、オリンピック選手になった時にどれぐらいの比率になるかっていうと、4月から6月が 25% なの。25%。で、1月から3月はどれぐらいかっていうと、23% ぐらいなのって。だほぼ変わらなくなるの。これちなみに、7、8、9月と10、11、12月もほぼ20何%です。あ、本当に横ばいになってくる。オリンピックまでになってくると。だから、成長していけばしていくほど、その、なんだろ、横ばいになっていくから、まあもちろんね、小学生とか、で、中学生になっても、まだ、こっちが、39% ぐらい。中学生になってもね。で、こっちが 13% ぐらいか。だから、差はできてしまうんだけど、将来のことを考えて、もちろんね、将来プロになってて考えてる場合は、小中とかで花が咲かなくても、それを継続することによって、その身体差というか、まあ、生まれの差っていうのはあれかな、は、カートン出てこなくなるから、早めに諦めるのはちょっと待ってねっていう、そういうデータがあるよっていう紹介を今回ね、させてもらいたくて喋らせてもらいました。ちょっと長くなっちゃったかな？あ、長くなっちゃったね。ごめんね。まあ、こんな感じで今回はね、8個のニュース取り上げさせていただきました。ちょっとでもね、まあ、テストに出るかどうかわかんないですけど、少し、まあ、興味持ってもらえたら、幸いです。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。